はい、おはようございます。本日は久しぶりに、ちょっと雑談を挟みながら Vlog をしていこうと思います。本日は12月23日水曜日の今朝の10時半ぐらいですね。一応専門学生最高学年の冬休みっていう軸に合わせてお送りしていきたいと思っております。ちょうど今卒業制作が始まっておりまして、その真っ只中でございます。で、基本的にはチーム作業になってますので、私の仕事は限られています。私は映像制作であったり、音回りであったり、静止画以外の部分がほとんどです。はい、というわけで今日もね、この自分の作業スペースで作業を進めていきたいと思います。ちょっとねガジェット的な雑談を挟むとすれば、最近しばらく動画を上げてなかったわけですね。で、忙しいんで仕方ないんですけど、その間に忙しいんで仕方ないんですけど、その間にもいろいろと新しい機材を購入しております。その辺をちょっとチラ見せしようかなと今思っているところですね。はい、まず目につくのはこれじゃないですかね。ホームポットミニステレオペアで購入しました。全然普通に使えるぐらいの音質ですよ、問題なく。で、あと大物が1台追加されてまして、その大物っていうのがこの横に出てるんですけど、ちょっと、MacBook Pro 16インチです。これがですね、その卒業制作するにあたって、ちょっといろいろなことがあり、ハイスペックなノート PC があった方が幸せになれるかなと思ったんで購入しました。で、今もう制作環境、作品制作の環境を全部 Mac に移行したので、制作は全部 Mac でやってます。なんでモニターも今トリプルになってますね。で、 Windows の方ももちろんちゃんと手元に残ってますよ。はい、ちゃんとこいつは所有したままです。こいつは今やファイルサーバー兼ゲーム機になってしまってますね。しゃーないです。なんかいろいろ細かいところがやっぱり作品を作る上で Mac の方が私は便利だなと思ってるので。もちろんレンダリングとかは Windows でやったりしますけど、早いんで。その辺はちょっと作業効率を見ながらちょっといろいろ判断するところではあります。はい。ちょっと今ね、机の上が散らかってるのは撮影素材をちょっと順次撮影しながら編集をどんどんやってるっていう状態なので、カメラとか全部出しっぱなしになってますね。なんなら隣には三脚も出しっぱなしになってたりしますので、はい、そんな感じでございます。はい、で、今かなり散らかってますけど、実は撮影を進めながら編集している状態なので、ここにカメラとかなんかミニ三脚とかいっぱい出てて、かつこっちには三脚まで出しっぱなしになっちゃってるっていう状態ですね。というわけで今日も映像がだいたい2本ぐらいかな、とりあえず仮でもいいから2本ぐらいちょっとチェックに回さないといけないので、その制作作業をやっていきたいと思います。はい、現在11時53分、午前の部終了でございますね。はい、先ほどよりもさらに散らかりました。ちょっとね、アテレコをしてたんで、それよりちょっとマイクを召喚してもしました。で、 Mac の方にはちょっとマイクが繋がってないんで、ちょっとこれで一回試したんですけど、ちょっと思った音と違ったんで、Windows で使ってるこの MPM1000 を AG03 に繋いでるんですけど、こいつがちょっともう Windows 専属オーディオインターフェースになってるんで、こっちで録音をしてました。素材は取り終わったんで、昼からちょっと音の整える作業ですね。ちょっと EQ したり、いろいろノイズ除去をしたりとありますので、昼の作業はそれを進めていこうと思います。というわけで、ランチタイムです。さて、1時ぐらいですね。午後の部でございます。散らかりすぎやろ。Mac のイヤホンジャック遠すぎてイヤホン届かないから DR40X をオーディオインターフェース代わりに使ってるっていう感じですね。 D40
じゃあ引き続き波形編集というかちょっと音の処理やっていきたいと思います。現在2時8分さっきから1時間後ぐらいですね。ちょ、今書き出し中ですのでしばらくやることございません。休憩でございます。というわけでね、ちょっとガジェットの話もしましょうね。はい、まず MacBook をなぜこのタイミングで導入したのか問題なんですけど、やっぱりあの卒業制作で、まあ、基本的に学校がもう対面授業なんで、まあ、学校に行って作業するわけですけど、やっぱりそのアフターエフェクトのプラグインとか、まあ、スクリプトとか、まあ、学校のマシンのそのプラグインフォルダにコピーしたらいいだけなんで、まあ、すぐできるんですけど、まあ、どうしてもそのライセンス絡んでくるものとかになってくると、まあ、使えないじゃないですか。っていうのでやっぱり自分の PC を持ち歩かないとなかなか厳しいと。で、今うちにあったのがあのダイナブックで、あのよくあの大学生協とかで出てきそうなああいうやつしかなくて、まあ、ちょっとそれじゃあね、ちょっとモニターの発色も悪いし話にならないってことで、でまあもちろん他にもこの価格帯ですからレーザーブレードだとか、あの HP のエンビーとかあの辺ももちろん入ってくるんですけど。まあ、何せその学校のマシン環境が全部 Mac で、まああとその PC 持ち込んできてる人もみんな Mac なんですよね。まあやっぱりグラフィックデザイン専攻なんで Mac が多いわけですよ。まあ Adobe との相性問題もいいですから、静止画に関しては。で、まあそんな中私が映像を作るって言った条件にもかかわらず、まあその Mac を選んだ理由としては、もちろんその After Effects Premiere になってくると、まあ絶対 Windows の方が早いですし、まあ NVIDIA のグラボはちゃんと使ってもらえるように仕様がされてますし、まあそういったところもちろんいいんですけど、やっぱりモニターの発色であるとか、あと周りの人が Mac なんで、まあ AirDrop でファイルが送れるとか、まあいろいろメリットありますよね。まああと私自身 MacOS の操作感っていうのはすごい好きなので、まあ MacOS を1台所有してみたかったっていうところもまああります。で実際その映像関係に関しては、まあ、After Effects普通はまあ正直どんな PC 使ってもまあ重いソフトなんで、まあ Windows だろうが Mac だろうがまあちょっとぐらいしか変わんないって言い聞かせてます。まあ正直私が買えるスペックの Windows と MacBook だったら、まあ、そこまで今あの家の GTX1080 メモリ 32GB でキャッシュは SSD にしてて、CPU が 8700K をちょっとだけ OC してるやつなんですけど、まあこいつと比べてもまあほぼほぼ同等ぐらいのパフォーマンスを出してくれてるので、まあ、特にあの問題は感じてません。で、プレミアに関しては、やっぱりあの、YouTuber さんがよく言ってるように、まあ、相性問題であるとか、まあ、どうしてもその、思いとか落ちるとか、なんか、書き出しがっていうのはもちろんあります。ただ、私自身メインツールがアフターエフェクツなんで、まあ、そんなプレミア使わないしいいやん、みたいな。で、最近プレミア使うような内容だったら、ダヴィンチをちょっと練習したいんですね。ちょっとカラーグレーディングとか興味あるんで、なんで、まあ、ダヴィンチ触るし、あと、学割であの、ファイナルカットプロテイン安く買えるんで、まあ、後々、あの、学生の間にファイナルカット買って、まあ、ちょっとね、しばらく、それもちょっと勉強したいな、みたいなこと思ってるんで、まあ、プレミアに関してはあんまり重く捉えていません。まあ、他にも代わりになるツールはあるし、ぐらいの感覚に思ってます。まあ、その、実写編集が本業じゃないですからね。はい。というところで、Mac を選びました。まあ、使用感としてはね、やっぱあの M1 Mac が今すごい盛り上がってる中、私はこの i9 のゴリゴリ16インチを買ったわけですけど、まあやっぱりどんなツールも基本的には動きますし、そのなんかロゼッタがどうのっていうところも気にしなくていいですし、まあ電池持ちに関しては僕そんな外で作業するとかしないんで、まあその外出たとしても電源あるところでしか作業しないんで、まあその辺はあんまり気にしてないです。でどうしてもその、軽めの作業、まあ、いわゆるその iPad Pro とかでも代用できそうな軽めの作業、なんか執筆とか、なんか下が台本書くとか、なんかそういう感じの使い方の時は、ちょっと外部のソフトウェアで、GPU をオフにするツールがあるんですけど、それをオフにして、Intel HD グラフィックスだけを使うようにしてあげると、まあ、ブラウジングなんかであれば全然電池は持ちますので、まあ、その辺も工夫次第でなんとかなるかなとは思います。なんかウェブのコーディング作業とかこの前、電源ないところでやってたんですけど、多分4時間ぐらい動かしてても全然電池半分ぐらい残ってたんで、まあ8時間ぐらいはいけるのかなって感じですね。はい。なんで、まあその辺も使い方によって、まあ私の使い方ではそこまでバッテリー残量を気にすることはないので、まあいいかなと。
思います。でちょっとまだまだ書き出しあるので、ちょっとホームポットミニのお話しますか。ちょっと散らかってて申し訳ないんですけど、ホームポットミニに関してはですね、ちょっと画面の反射でなんか映ったり嫌なんで、ちょっとこういう画角で活かしてもらいましょうかね。ホームポットミニに関してはですね、まあこう2台購入したわけですけども、まあ言うてしまえばあのノリと勢いみたいなところが 85% ぐらいですね。まああとそのちょっとね、そのいわゆる Bluetooth スピーカー的なポジション、まあ家の中で使えればいいんで別に Bluetooth じゃなくても全然良かったんですけど、まあこいつ AirPlay で Wi-Fi 専用なんですけどね。でなんかその iPad で YouTube 見たりとか、まあポッドキャスト聞いたりとか、でまあこれもね、まあ個人的な事情なんですけど、なんかお風呂上がった後にヘッドホンすると、まあ、ちゃんと髪乾かしてたとしてもやっぱ肩がつきやすいじゃないですか。で翌日こう寝癖直しするときにめっちゃね癖がついてて直しにくいみたいな、なんかあれがすごいめんどくさいんで、お風呂上がった後から寝るまでの間は基本的にイヤホンかスピーカーしか使いたくないなと思ってるんですね。かといってイヤホンはなんかそのまあ今うちにあるのがファイナルの E1000 有線イヤホンで、あと AirPods と AirPods Pro なんですけど、なんか無線イヤホンは電池残量を気にしながら使うのが嫌なんで、なんかすごい長電話とかしたりするときもあるんで、なんかいいなみたいな。で、あとあの、一番理想的なのは、イヤーポッツだと思うんですよね。まあイヤホンマイクついてて、で、まあオープンイヤーなんで、あれ、装着しながら会話をしても全然こう音がこもったりとかしないんで、すごい快適なんですよ。ただ、なんか今更またね、あのイヤーポッツ買うのもなぁ、みたいな。まあ思ってて、で、あ、なんか程度のいいスピーカーあるじゃん、みたいな。あ、ちょうど出たじゃん、みたいな。新製品だし、ちょっと飛びついてみたいな、みたいな思いで、選んだだけです。でステレオペアに関しては、もちろん、1台で使うときと2台で使うときで、いろいろ比較はしたんですけど、まあ、ステレオペアの方が、プラス 30% ぐらいいい感じになるって感じですかね。まあ、もちろん、一つでも十分、綺麗ですし、まあ、この1万円台で買えるスマートスピーカーとしては、まあ、十分すぎるぐらいコストパフォーマンスはいいのかなと思います。ただね、どうしてもあの、中高音域に関してはばらつきがあるので、まあその辺はちょっとあれですけど、でもやっぱ360度スピーカーということもあって、まあ適当にポンって設置しても、まあ部屋のどこにいてもある程度同じぐらいに聞こえるので、まあそこはすごい不思議な感覚ですね。なんで最近はこれでなんかラジオ動画垂れ流したりとか、なんか結構楽しいです。もちろん Spotify も飛ばせますし、なかなかいいんじゃないかなと思います。なんかこう、ダラダラしながら聞くときにちょうどいいですね。こいつで、ちゃんと音楽を聴こうっていう気にはならないですけど、まあなんかこう、生活の BGM、自分のライフスタイルの中に BGM を添えるっていう意味では結構いいと思います。まあ、ホームポットミニに関してはそんな感じですね。あと最近買ったガジェットあるかな？最近はそれぐらいじゃないかな？もう、多分。ちょっとね、大物ポチったんでね。節約中なんですよね、今。まあ、あと USB-C のハブとかね。ちょっと見ときましょうかね。まあ、そんないいハブは使ってなくてですね、後々カルティジットとかベルキンのドッキングステーションに変えたいなとは思ってますし、あとこのノート PC スタンドも今ベタ置きなんですけど、本当はこいつ自体を浮かした状態にしたいんですよね。そしたらこの下収納できるじゃないですか。なんでまあ、ボヤータのやつとかなんかいろいろあると思うんですけど、まあ、ああいうのをちょっと検討中です。まあ、なんか次の Amazon のセールの時とかでいいんじゃないですかね。で、ハブに何繋いでるかなんですけど、こいつは、なんか、大きいの USB Type-C ハブ。で、ここには、HDMI、このシネスコに出してる HDMI と、あと、この白いのが USB 3.0 to Ethernet で有線 LAN にしてます。で、こっち、手前にあるのが、なんかツイッターで USB-C ハブ欲しいなってつぶやいたら、Amazon レビュー書いてくれる代わりに送りますって言われたんで、あ、じゃあくださいって言って、レビュー用にもらったものです。正直データ転送とかがちょっと遅いんで、データ転送には使ってないです。なんでこいつも、HDMI を出力して、で今、ちょっと、イヤホンジャックが遠くてケーブル足りなかったんで、そのためだけに今 DR40X をオーディオインターフェース、まあ、イヤホンジャックがあって音出せるんで、まあ、そのためだけに繋いでます。で、ここにイーサネットあるんですけど、なんか遅いんで、まあ、遅くて信頼性が悪いんで使ってないです。
なんでここの Amazon のレビュー欄にはコスパよく購入できます、でも速度を重視する人には向いてませんって書きました。それで OK 通りました。なんで SD とかも多分 UHS-1 のポートなんですけど、いつも使ってるトランセンドのやつの方が倍ぐらい速度出るんですよね。なんでまあ SD カードもまあ使えない。で充電なんですけど、充電はちょっと直で入れてます。今持ってる USB ハブが多分 60W ぐらいまでしか出ないんじゃないかな。なんか多分パワーがそんなないんで、こっちにも普通に純正の充電器 96W でしたっけ、あれをそのまんま挿してます。はい。でこいつはなんかランポーっていうところの、もうちっちゃいタイプ C を普通のタイプ A に変換するやつで、マウスのレシーバーを挿してます。今マウス探しの旅をしてまして、まあ、この今 G603 をレシーバー接続で使ってるんですけど、まあ、これがま、一番安定性はいいわけですよ。ただやっぱり Mac なんで、Bluetooth マウスを使いたいわけなんですけど、やっぱこう日頃から大量のゲーミングマウスを使ってる私としては、Bluetooth の遅延がなんか気になるんですよね。別にゲームとかは Mac でしないんでいいんですよ。ただ普通にカーソル操作をしている時でも、やっぱ慣れてくると、すごい高速で作業するじゃないですか。その時になんか、カーソルが遅延してるのがわかるんですよ。で、それがすごい気になって、Bluetooth に行けないっていう。ね。ちょっと、これはどうにかしたいですね。いや、正直Bluetooth の遅延さえ気にならないのであれば、ロジクールの MX Anywhere とか、あれ小型ですごい薄いんで、まあ、ガジェットポーチでこう学校まで持ち歩くのも楽ですし、まあ、あと MX Master とか、あと MX Ergo とか、まあ、あの辺の MX シリーズはもう言わずと知れた、ね、フラッグシップラインなんで、あの辺のマウスでね、こう、手をいたわりながらこうやりたいわけですけども、まあ、なんかそれもちょっと、実際触ってみないと遅延とかわかんないんで、まあ、その辺ちょっと怖いなみたいな。タイプ C 問題ありますよね。本当はもっとスマートにしたいんですよ。もうカルディジットとか一発ポーンって繋いだら、もう全部繋がるみたいな、したいんですけど、ちょっとハブに3万はバーンって出せないですね。今は出せないですね、ちょっと。もうちょっと落ち着いたら、はい、考えます。まあ実際来年の4月から社会人として働くわけですけども、まあ、おそらく会社は Windows 環境で会社にマシンがあるんで、まあ自分のマシンを持ち込むこともないですし、基本的には自宅で使うようになると思うんですけど、まあね。Mac が卒業後どこまでパワーを発揮するかどうかはちょっとわからないですけどね。まあ、ただ旅行とか行った時にね、まあ、このご時世ね、いつ旅行にこう気持ちよく行けるようになるかわからないですけど、まあ、そういった時はね、旅行のこの力強いお供として、行き先のホテルで写真現像したり動画編集したりとかね、やってくれるんだと思いますよ。知らんけど。まあ最近のガジェットで喋りたいところはそんなとこですかね。まぁ、ちょっと Mac をね、導入した金合いで、トリプルモニターの1画面どっか行っちゃったりとか、あと、スピーカー置いたんですけど、スピーカーも撤去したりしたんで、ちょっとね、これまた、卒業制作終わったら、ちょっといろいろ考え直そうかなと、まぁ、いろいろデスク環境をこう、リメイクしていこうかなとは思ってますので、なんかその辺もね、動画にできればいいかなと思います。はい。でね、まぁ、こんななんか、補足みたいな話にしてしまうとすごい申し訳ないんですけど、もうじき登録者が500人に達しそうですね。はい。ありがたいことに。で、おそらく最近一番伸びてるのが、大学生向けに作った iPad 実際どうなんや動画あると思うんですけど、あれが再生回数2万回ぐらいなんか見てもらってて、なんかすごい評判っぽいですね。自分で言うのもあれですけど。私のチャンネルの中では比較的視聴されてる方だと思います。今までは部屋紹介、デスク紹介の動画が一番、再生回数とか多かったんですけど、今iPad の動画が、一番再生されてますね。まあ、やっぱりリモートワーク、まあ、リモートワークとあと、あれか、オンライン授業とかの兼ね合いで、まあ、ガジェット購入する方がおそらく多いんでしょうね。なんでまあ、そんなこともあって、iPad なのか PC なのかみたいな議論がおそらく巷ではされてるのかなと思います。まあ、実際私の iPad Pro は、まあ、本当に電子メモになってますね、今。やっぱり Mac を導入した理由として、まあ一つあるのが、やっぱり Notion を最近よく使ってるんですけど、やっぱり Notion、まあ基本的にブラウザ版使うんですけど、まあ、モバイルだとやっぱできることがちょっと少ないんですよね。
まあ、そのマウスのドラッグ&ドロップ前提で設計されている UI とかも、まあ、ノーションにはあるんで、まあ、そういうところがちょっと使いにくかったりっていうので、まあ、みたいな。だ結局、今 iPad か Mac どっちか持って学校行ってくださいって言われたら iPad はお家に置いていきますかね。まあ、もちろんね、サイドカーとかでも使ってますし、何でしょう、手書きラフとか、ああいう時にはもうね、Mac はペン入力ができないですから、そういうところではすごい役に立つんですね。ただまあ私の場合 iPad が 12.9 インチで Mac が16インチ、2台一緒に持ち歩くと、まあ充電器も合わせていくとだいたい 3.5 キロぐらいになるんですね。で、私はよくカメラも一緒にリュックに入れていくんで、まあカメラがだいたい 1.2 キロぐらいですかね、確か。まあ、軽いレンズつけていけば1キロぐらいなんですけど、まあ、4.5 キロ。で、ガジェットポーチ入れたらまあ5キロぐらいにはなるんで、まあね、iPad と Mac 両方使うって人は、どっちかが大きい方なら、どっちか小さい方でいいと思いますね。はい。16インチと11、12.9 と13みたいな感じがね、多分賢い選択だと思いますよ。でかけりゃいいってもんじゃないですからね。はい。もうなんか16分も喋っちゃったね、このカットで。なんかもう、ほんとラジオ動画みたいな感じで聞いてもらっていてたら嬉しいです。一応生存報告的なね、ちょっと雑談をレンダリング中にさせていただきました。またね、卒業制作が終われば、まあ、ぼちぼちとね、動画投稿していけたらなと思ってます。まあ、今はね、平日5日間、月から金まで学校に行き、で、土日は朝から夕方までバイトを入れてるような、学生やってますので、で、それが、まあ、就職先は完全週休2日制なので、まあ、土日がね、久しぶりに土日固定で休める日々がやってくると思うと今から楽しみでなりません。なんで土日はね、なんか自転車乗りに行ったりとか、もうガジェットやったりとかね、動画作ったりとか。まあ、副業はできないんで収益化とかはしないですけど、なんで優秀案件とかもできなくなっちゃうんですけど、まあね、好きな範囲で続けていけたらいいかなと思ってます。でね、なんかね、転職することとかあればね、その時にまた YouTube の収益化は考え直せばいい話ですから。まあ、お金になるならない関係なくね、映像制作の練習として YouTube はぼちぼちとのんびり続けていけたらなと思っております。まあ、映像作るの好きだしね。はい。というわけで、とりあえず喋れることは今こんぐらいですね。はい。長々とお付き合いいただきありがとうございました。もう多分ね、Vlog このカットで終わりになるんじゃないかな。わかんないけど。まあ、夕方ぐらいにもワンカット入れて終わろうかな。はい。というわけで、レンダリング待ちのちょっとラジオ動画でした。お疲れ様です。はい、というわけで現在時刻6時前ですね。一応想定していた、納品物はとりあえず全て終わりました。あとはチームのスラックに報告するだけです。そんな感じでね、冬休みですけど。やっぱ卒業制作の影響でね、基本的にずっとデスクにいます。まあ今日の夜はね、ちょっとガジェット仲間の友達と忘年会とまでは言いませんけどね、ちょっとディスコードでいろいろ喋ろうかなと思ってます。というわけでね、もう6時ぴったりで作業を切り上げたいと思います。ちょっとね、今日のこの 4K60 コマの動画はMacBook Pro のダヴィンチで編集してみようかなと思います。まあ、レンダリングパワーとかをちょっと見るためにも一回試したかったんで。はい。というわけで、12月23日の卒業制作に追われる一日でした。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。